11月12日。キャー、何？遅刻？寝坊しちゃった。寝坊って約束お昼だよね。二度寝したの？昨日あれだけ遅刻しないように気をつけるつもりだったのに。きっとクゼ君のことだから待たせたりしちゃったら怒るんだろうな。急いで待ち合わせの場所に行かなきゃ。駅前に12時って言ってたけど、どこかしら。あ、いた？あそこかな。どこ？目の前に自然なくらいの人だかりができていた。ああ、有名人だからね。だからなんとなくクゼくんはあそこにいるって思ったのよね。やっぱりクゼくんだ。どうしよう、近づけないや。ねえねえ、あそこにいるのってクゼ道澄じゃない？道澄って言いづらいな。ほんとだ、いいな、私も占ってもらいたい。クゼくんの人気って結構すごいんだ。大勢の人に囲まれているクゼくんは得意げになるわけでもなく、愛想笑いのようなものを浮かべて丁寧に対応している。おっとな。すみません、クゼさんですよね。私ファンなんです。簡単にでいいので占ってもらえませんか？ダメです、今日はオフです。すみません、今はプライベートな時間なんです。営業時でしたら大歓迎ですよ。おっとな。あ、そうですよね、いきなりすみませんでした。あの、応援してます。もう引き下がるんだ。ありがとう。そこは敬語じゃないんだ。クゼ君、あんな大人な対応もできるんだ。いつも私の前じゃ暴言吐きまくりの横暴さを見せてるから別人みたい。やっぱり体裁が気になるのかな。まあそうなんじゃない。なんか似合わない。そんなことないよ。ああしてると大人っぽいんだな、これだ。ああしてると大人っぽいんだな。ああしてると大人っぽいんだな。普段のクゼくんはどちらかというと子供っぽいイメージだから新鮮だわ。有名人なだけあってそういうあたりはしっかりしてるのかな。テレビの力って偉大なんだな。ぼんやり眺めていると占ってほしいという人が何人もクゼくんに話しかけていた。ダメです、今日はオフです。その人たちを一人ずつ丁寧に断っていき、ようやく人垣がなくなるとクゼくんが私を見つけて目を丸くした。遅いぞ、遅刻だからな。ごめんね。さっきまでの大人な表情を忘れ、クゼくんってば思いっきり拗ねている。ごめんね、本当はもうちょっと早く着いてたんだけど人がいっぱいいて声をかけづらかったの。見てたのか。うん、だって目立ってたもん。すぐに分かったよ、クゼくんだって。クゼくんはなんだかもじもじしている。何？恥ずかしいの？もしかしてさっきの光景を見られて恥ずかしがってる？何か気になるの？いや、なんだか普段と違う俺を見られてしまったなと思って。私は気にしないよ。別にテレビではいつもああいうキャラなんだし、今更でしょ。お前、テレビで俺を見ていたのか？私はまだ見てないよ。ちょ、そんなに驚くこと？クゼくんは顔を真っ赤にして、しかもなんだか怒ったような顔をしている。多分照れくさいんだろうな。あんなに頻繁にテレビに出ていたら嫌でも目に入るでしょ。嫌だったのか。ううん、そんなことないよ。違うよ、今のは言葉のあやだから。あー、ほらもう行こうよ、ここにいるとまた目立っちゃうよ。そうだな、ついてこい。うん。なんで音楽消えたの？消えなくてもよかったんじゃない？うん、いつものクゼくんに戻ったみたい。クゼくんは私を元気づけるために誘ってくれたんだろうし、楽しまなきゃね。そうだね。おお、ホテルのカフェレストランに入ると
久世くんの顔を見たスタッフの人が私たちを素早く案内してくれた。え、常連なの？おお、おしゃれ。通されたのはあまり目立たない隅っこの席。ああ、いいね。ここでも久世くんのことみんな知ってるみたいだね。バカ、俺がここをよく使っているんだ。だから覚えられていて当然だ。それって仕事で？それともプライベート？ああ、そっか。ここお気に入りなの？ここで占いをしたりすることがよくあってな。それで利用している。なるほど。ってことはもしかして私依頼人だと思われてる？納得。それで久世くんは顔なじみになっているここに連れてきてくれたんだ。ほら、好きなものを頼め。遠慮なんていらないからな。え、もしかしておごり？え、いいの？どうしよう、何にしようかな。一番高いのにしとけ。メニューにはいろんな料理が並んでいてすぐには決められない。こっちもそっちも食べたい。迷うくらいなら全部頼めばいいだろう。いや、さすがに食べれないよ。いくら私でも食べきれないよ。どうしようかな。お前は悩みすぎだ。ランチコースでいいだろう。ランチコース？ランチコース？素敵な響き。そうなの？それがいいかも。じゃあそうするね。クゼ君もそうする？俺は他に食べたいものがあるから。でもお前がどうしてもって言うなら同じのにしても構わない。なんなのそれ。いいよ、クゼ君食べたいもの食べて。なら一緒にランチコースにしようか。え、クゼ君が食べたいもの気になるんだけど。こういうとこクゼ君らしいよね。ちょっと不満そうだったけど、クゼ君はランチコースを2つ注文してくれた。しばらくして運ばれてきたのは前菜のサラダ。これは問題なく食べられたんだけど、メインディッシュになるとクゼ君からの注意がビシビシ飛んできた。何？そうじゃない。どうして先に切り刻もうとするんだ。フォークとナイフは同時に使え。あ、マナー？だってこうした方が食べやすいし。いや、マナーは大事よ。お前にはマナーってものがわからないのかな。それじゃあ社会に出た時に苦労するぞ。ほんとそうよ。クゼ君、私のことを思って言ってくれてるんだろうけど、今は自由に食べさせてくれてもいいじゃない。これじゃ味わう余裕もない。おお、わーい、デザートはパフェがついてくるのね。すごい、美味しそう。え、これ本当にコースのメニューにあるやつ？これ一品メニューじゃないの？女は甘いものが好きだよな。なに、偏見やめて。クゼ君がボソッと何かつぶやいたんだけど、よく聞き取れなかった。美味しい。そうだな。どうした？もしかして甘いもの嫌い？あれ、クゼ君、なんだか表情が暗い？もしかしてパフェ好きじゃなかったのかな？無理して食べてる？クゼ君、顔色悪いよ。そこにちょうどスタッフの人が食後の紅茶を運んできた。普段道泉様は甘いものを召し上がらないので驚きました。道泉様呼び。そして食べなかったんだ。こら、言うなよ。ごめんなさい。あ、申し訳ありません。クゼ君、無理して食べてたの？言ってくれれば私が食べてあげたのに。食べれるの？お前、こんなものを2つも食えるのか？私は無理だな。パフェなら余裕だよ、大好きだもん。そうなんだ。そうか。うん、今度からは私がクゼ君のパフェを食べてあげることにしよっと。体重大丈夫？運動すればいいか。あー、お腹いっぱい、すごく美味しかった。クゼ君、連れてきてくれてありがとうね。お前は食い意地が張ってるからな。こういうところが好きだと思ったんだ。ちょっとクゼ君。
けど、朝すごかったね。久世君に占ってほしそうな人いっぱいいた。本当に大人気なんだね。本当にとはなんだ。俺の人気は絶大なんだからな。ああそうですか。そういう割には久世君は照れているように見えるけど、面と向かって褒められると恥ずかしいのかな。それともお前、俺の実力を舐めているのか。見せつけてやろうか。見せつけてやろうかって言われても。見せつけるって、別に舐めてなんかいないけど。よし、占ってやるから手を貸せ。手、手そうなの。手、手って私の手だよね。おぞおぞと右手を差し出すと、久世君に手のひらを表にするように包まれた。表。久世君とっても真剣な目をして私の手のひらを見つめている。あ、そういうことか。集中してるんだよね。気持ちを乱しちゃまずいし、おとなしくしてよ。大丈夫だ。お前の心配、将来亡くなると手相に出ている。絶対にお前の母親は見つかる。本当に？手のひらを見つめたまま、久世君は凛とした、揺らぎない声で言い切った。手相にまで出るくらい明白なんだから、お前は心配したり不安にならなくていい。この俺が占った結果なんだからな。久世君。うん、そうだよね。久世君のような人が嘘をつくはずないもん。久世君の言葉を信じよう。それにこの俺様も創作には付き合うんだからな。誰よりも頼りになるだろう。ああそうですね。ふふ、そうだね、頼りにしてるよ。おお、なんだかあっという間の一日だった。おお、素敵な感じ。久世君のおかげで沈んでた気持ちなんてどこかに飛んでいっちゃったよ。本当に楽しかったな今日。久世君、今日はどうもありがとう。別に俺は礼を言わせたくて誘ったわけじゃない。なに、ツンデレ。でもお礼が言いたかったの。お前がどうしてもって言うならまた誘ってやる。本当に？うん、また遊ぼうね。別れる間際まで久世君たら天の邪悪なことばっかり言ってたけど、ああ見えて実は結構いい人なのかも。ほんのちょっと感情表現が下手なだけなんだよね、きっと。そうそう。はあ、はあ、急いで学校に行かないと今日日直だった。ああもう私のトジ。ん、5メートルくらい先に立ってる人がいる。誰？辺りをキョロキョロ見てるけど、誰か待ってるのかな。って、久世君？え、もしかして主人公を待ってた？慌てて立ち止まると息を整えた。久世君、おはよう。ああ、おはよう。おはよう。どうした？眠い？どうしたの？こんなところで。家、逆方向じゃなかった？たまたま朝出かけることがあったんだよ。何？モーニングでも食べに行ったの？うん？朝から出かける用事ってどんな用事？お前に言わないといけないのか？いや。ゼ君、ムッとしてる。別に怒ることないのに。なんか会話のテンポが悪いな。どうしよう。とりあえず一緒に学校に行く？そうだ、久世君、宿題やった？もちろんやってやる。完璧だ。さすが。うん、こういう話題の方がいいみたい。お前は宿題やったのかよ。多分やったよ。難しかった。まあ確かにこの学校の数学教師はレベルの高い教え方をするからな。お前じゃ難しいだろうな。何を？え、
どうした？私、宿題数学だなんて言ってないよ。数学移動教室なんじゃないの？もしかして、分かっちゃったの？え、ちょっと待って、久世くん怖いんだけど。今日帰ったらさ、部屋中探した方がいいよ。いろんなもの。びっくりして、口をポカンと開けていると、久世くんがイライラしたように、お説教を始める。お前、女が口をポカンと開けるんじゃない。みっともないだろう。あ、ごめん。え、あ、ごめんなさい。ちょっとクゼ君すごいなと思って、そしてちょっと怖いなって。すごい？うん。だって、分かっちゃったんでしょ？私の宿題が何なのか。すごいよ。そう言うと、クゼ君はさっきよりもっとイライラした感じでため息をつく。あのな、そんなのちょっとお前の様子を見てればわかるんだよ。いや、わかんないよ。え、久世くんってさ、もしかして主人公のこと好きなの？え、なんで？カバン開いてるぞ。数学の教科書が見えてる。そんなに開いてるの？え、え？慌ててカバンを見ると鍵がちゃんと閉まってなかった。うわ、不用心。はあ、私このままで家から出てきたの？この出いらなくない？そんなこと俺に言われても知るか。だよね。そうだよね。久世くんに言っても仕方ないのについつい言っちゃうんだよね。はあ、私って注意力3万。自分をよくわかってるじゃねえか。そこだけ褒めてやる。それはどうもありがとう。ひどいよ、クゼくん。なんかクゼくんってば、いっつも私に意地悪だよね。それはもしかしてさ、好きな子ほどいじめたいとか？ひどい！もう、クゼくんって口悪いよね。失礼なやつだな。本当のことしか言わないだけだ。もっと最悪。もっと失礼だよ。言い返すと、久世くんが笑う。笑ってる顔とかはかっこいいんだけどな。顔に騙されちゃダメよ。喋るときついのよね。もう少し柔らかくものを言えばいいのに。おい、急がないといけないんじゃないのか？ああ、そうだった。はっ、そうだった。こんなところで立ち話をしてる場合じゃないよ。日直。は、走らなきゃ。久世くんはどうする？一緒に行かない？俺に朝っぱらから走れってのかよ。じゃあいいよ、私一人で行くから。本気で驚いたみたいに目をまん丸にしている久世くんに笑いかけると、仕方がないといった顔をして一緒に走ってくれた。お、優しいじゃん。やっぱり久世くん主人公のこと好きだよね。結構いい人だよね、久世くん。よし、修行だ。じゃあ今日はホロスコープ。やったー、大成功。やっとお昼休みだ。楽しいお弁当の時間だけど、今日はちょっと寂しいんだよね。なんで？りんちゃんは剣道部でミーティングがあるから、そっちでお昼を食べるんだって。ああ、そうなんだ。他の友達も生徒会や委員会の用事なんかでみんな今日はいなかったりする。りんちゃん以外の友達いたんだ。タイミング悪いな。今日はついてない日なのかも。あ、久世くん、一緒にお昼食べよう。なんとなく人恋しい気分で廊下を歩いていた私は、久世くんの姿を見てつい声をかけてしまった。なんだ、珍しいの。お前一人か？うん、ガヤガヤうるさいな。まあね、今日はみんな用事があるの。ね、よかったらお弁当一緒に食べない？
お、俺と、なんでまだ。ダメ、一人で寂しく食べるよりはたとえ喧嘩しながらでも久世君と食べる方がいいかなって思っちゃったりして、それ疲れない？同じ占い師同士親交を深めようってのはどうかな。お前、俺と親交を深めたいと本気で思ってるのか？嫌なの？自分で言っといて悩むな。ごめん。ごめんね。やっぱり単なる思いつきだけで口に出しちゃダメか。でもね、久世君とはお話ししてみたいなって思ってるんだよ。これは本当。これは本当の気持ち。だって私、久世君のことほとんど何も知らないんだもん。母さんのことで一方的にライバル視されてもどうしていいかわからないのよね。わかった。ああ、もう一緒に食ってやるって言ってんだよ。ほら、グズグズしてたら昼休みが終わっちまう。行くぞ。やった。でもどこに？あ、ちょっと待ってよ。牧場か。ずんずん歩く久世君の後を追いかけていくと牧場に着いた。私たちは牙城を避けるように壁際に並んで座ってお弁当の蓋を開けた。いただきます。久世君、元気よく手を合わせる私に釣られるように久世君もボソッと口の中でいただきますって言ってた。ふふ、なんだかちょっと可愛いかも。なんて言ったら怒られるから絶対口には出せないけど、そうだね。うん、おいしい。昨日の残り物を詰めてきただけだからちょっと彩りには欠けるけど、それでも味には問題ないもんね。それに何より空腹は最高のスパイスだもん。そうそう。パクパクと食べ進める私とは対照的に隣に座る久世君の箸の進みは鈍い。どうした？嫌いなものでも入ってる？どうしたのかな？お腹の具合でも悪いのかな？ねえ、どうしたの？あんまり食べてないみたいだけど。これを見ろ。何？そう言って顔をしかめた久世君は自分のお弁当箱の中身を私に見せる。うわあ、すっごく可愛いお弁当。見たい。綺麗に飾り切りされた色とりどりのおかずが並んでてとっても可愛らしい。なんだか遠足や運動会の日とか特別な日のお弁当みたい。すっごい見たいんだけど。スチル、今日何かお祝い事でもあるの？まさかこれが普段通りの弁当だ。そうなんだ。へえ、すごい。毎日こんなに凝ったお弁当を作ってくれるなんて、久世君のお母さんってお料理好きなんだね。下手の横好きだ。ほら、何それ、ひどい。お弁当って綺麗に作るの大変なんだよ。こんなに豪華で可愛いお弁当を作ってもらってて贅沢だな。綺麗なのは綺麗なんだよ。俺だってそれは認める。だけどな。もしかして味？久世君はぐっとお箸を握りしめる。味が壊滅的なんだ。相当まずいんだね。口から出たその言葉は心の底から絞り出された叫びって感じがする。そこまで言わなくても、ちょっと個性的な味とかって言うんじゃないの？我慢して食えないほどまずいってわけじゃないが、決してうまくはない。そうなんだ。私のお弁当を食べる？微妙ね。そう、まさに微妙なんだ。うちの母親の料理は常に微妙なラインを突っ走ってるとしか言いようがない。そうなんだ。微妙としか表現できない味、なんか想像できないよ。
にしても久世君ったらどんな表情で毎日ご飯食べてるんだろう。想像しちゃうとちょっとおかしいかも。笑い事じゃないよ。バラナ、こっちは三食三度微妙って思いながら飯食ってるんだぞ。そうなんだ。じゃあ今度お家にご飯食べに来る？ごめんなさい。それから私がいろいろ話題を振ってみたけど、へそを曲げてしまった久世君の返事はああとかそうだなばかりで、全く話聞いてないじゃん。あんまり盛り上がらないままお昼休みは終わってしまった。ああ、せっかくゆっくり話ができるチャンスだったのにな。これからは料理の話題には気をつけなきゃね。よし、修行だ。じゃあ今日はダウジング。暗くなってきちゃった。今日天気予報じゃ雨が降るかもって言ってたけど、傘忘れた？傘忘れてきちゃったんだよね。折りたたみ持っておきなよ。帰るまで持ってくれるかな、天気。ん？おい、ちょっと待て。久世君。あ、久世君だ。どうしたんだろう、こんなところで。誰か待ってるのかな。久世君どうしたの、こんなところで。こんなところでって見ればわかるだろう。帰るところだ。それはわかるけど。あ、うん、もちろんそうだよね。でもこんなところで立ち止まってるってことは誰か待ってるの？あ、もしかして私？それは。なに？先生かな。でも先生と一緒に家に帰るなんてないよね。いや、あるかもしれないよ。あ、いや、その…なに？あ、もしかして時期外れの家庭訪問？なわけあるか。なあ、もう黙れ。お前、俺をどうしても教師と帰らせたいみたいだな。そういうわけじゃないけど。え、じゃあ別に誰か帰りたい人がいるの？聞き返すとグッと久世君は答えに詰まる。やっぱ久世君主人公のこと好きだよね。ねえ、誰？誰か待ってる人いるの？うるさい。待ってるやつなんかいるか。へえ、そうなんだ。ふん、誰か待ってるみたいだったのに。待ってないったら待ってないんだ。ああ、わかりました。そっか、きっとこれだけ言うからにはたまたま子供のところにいたってだけなのかも。じゃ、別に私は帰ろうかなと。くるっと久世君に背を向け、スタスタ歩き出す。ちょっと待て。はい。なに、私もう帰るんだけど。俺も一緒に帰ってやる。とか言っちゃって、本当は一緒に帰りたかったんじゃないの？え、でも。なんだ、俺が一緒に帰ってやるんだぞ。ありがたく思えよ。さあ、帰るぞ。うん。帰るのはいいけど、久世君はどこに帰るの？ん？あ、そういうことか。主人公と久世君の家逆方向だもんね。すっごい遠回りになっちゃうよ。聞き返すと、久世君はキョトンとした顔をする。どこに帰るとは、なんだ？いや、だから家逆なんだけど。だって家の方向反対じゃない？そうだった。久世君、私と一緒に帰ったらむちゃくちゃ遠回りだと思うけど。そう言うと、みるみるうちに久世君の顔が真っ赤になっていく。かわいい。もしかして家が逆だって気がついてなかったの？もしかして久世君って天然ボケ？天然ボケに天然ボケと言われるのは屈辱だ。俺は帰る。失礼な。私天然って言われるの嫌いなんだけど。え、えー、
久世君、プリプリ怒って勝手に帰っちゃった。呆然として私はしばらく久世君の背中を見送っていたのだった。よし、修行だ。じゃあ今日は運動。